ファンキルが5分でわかるモラ&ベガの多重人格レッスン。ねえねえ、知ってる？みんな知ってる？姫型ってね、知ってる？ねえねえ、知ってる？みんな知ってる？姫型ってねえ、知ってる？多くの人の魂を取り込み、知識を得た私たちが新人マスターのあなたに送る多重人格レッスン。今回のテーマは姫型と成長率について。ねえモラ、姫型って知ってる？もちろんだよ。キル姫にはいろいろなタイプがあるんだよな。ふーん、そっか。あ、じゃあ何種類あるかわかる？オッケー、全部で6タイプさ。すごい。それではどんなタイプがあるか見ていこう。姫型によって何が違うかというと、各パラメータの成長率が違うの。なるほど。同じユニットでも姫型が違えばパラメータの伸び方が違うわけだ。じゃあ姫型ごとの特徴を見ていくわね。まずは王ね。運のステータスが成長しやすいバランスタイプの姫型よ。全パラメータが平均的に成長するので、姫転生を繰り返せば総合力の高いユニットが育成できる可能性があるけど、長所がないパラメータになるのかな。次はメイね。メイは HP が大きく成長しやすい特徴を持った体力に特化したタイプ。自分の HP を消費するマダンを扱うユニットや、ダメージ量に応じて攻撃力が上がるスキルとかを持つユニットとの相性がいいんだよな。次にコウはズバリ力が成長しやすい物理攻撃に特化したタイプね。剣、斧、槍、弓などを使うユニットに向いている。種のステータスは成長しにくいから、もともと回避が高いユニットや先制攻撃を取れるユニットとの相性を考えないとね。次に魔は魔が成長しやすい魔法攻撃に特化したタイプ。杖と銃を使用するユニットに向いているわよ。コウと同じく回避の高いユニットや先制攻撃を仕掛けることができるユニットに向いているな。種は種と性が成長しやすい耐久力に特化したタイプ。物理攻撃、魔法攻撃、どちらへの耐性も高いから、どんなユニットとも相性がいいわね。反面、力と魔が成長しづらいから攻撃力を別の面でカバーしないとな。最後に匠について。速と技が成長しやすいテクニカルなタイプね。スキルや必殺が出しやすくなり、さらに追撃を発生させやすい。回避率を上げられるから生存率も高くなる。どんなユニットとも相性がいいのが特徴と言えるわね。ところでモラ、姫型を見てきたけど、型によって覚えるスキルの違うキル姫がいるのはご存知？え、そうなの？私とモラをはじめとする新章ロストラグナロクのユニットは型によって覚えるスキルが違うから要チェックね。代表的な例はこちら。なるほど。こんな感じで姫型の特徴を伸ばすスキルがあるのか。じゃあ今回のおさらいをしよう。姫型は6種類ある。型によってパラメータの成長率が異なる。戦い方やユニットの特徴に合わせて姫型もこだわりたいな。新章ユニットのように型によって異なるスキルを持つユニットもいる。おしまい。今回のモラルタ役は元気な人格で広田彩香。今回のベガルタ役は
マイペースな人格で本間美咲がお届けしました。